カーが、はい、これはかなり面白くてすごいですね。小川さん、松本市の岡田って言ったらどの辺か分かりますか？岡田、岡田、あ、岡田分かんないですね。信州大学病院からさらに山の方に向かっていくんですけど、はいはい、その山で虫食いの赤松、赤松ですね、はい、で赤松を伐採したものを、はい、なんとかこう再利用しようっていうことで、これ赤松です。赤松、はい、赤松、木目が独特ですね。この中も赤松ですか？はい、そうです。あ、赤松のローズ芝、ローズ芝、これはメープルですか？メープルです。少し飴色を乗せてると思います。あ、こういうなんだ、フォローボディで、これが 2.87 キロです。 2.87、 はい、乗りで軽い、軽い。これは、あの、これも210です。210、はい。あ、これいいですね。これすごいです。これ本当にセンターフロントだらけすごいよ、すごい。これはやばいっすね。セミ考えないでこれかもしれない。これ本当にいいっすね。これはすごいわ。お母さんの専門分野に合ってることですよね。このやっぱり335とかバインディング痛いじゃないですか。痛いし。ここがこうスポッて入って。気持ちいい。
いし重いんですよね。結構重いですよね。重いんですよね。三三は五六七来ちゃうんですよね。そうですよね。ああなるほど。ちなみにこれは五六七です。これ驚異の26万4000です。安くないですか。安いですね。安くないですかこれ。26万4000。それはちょっと欲しくなるな。信州の財だし。岡松ですね。そうです。え、その何でしたっけ。岡田で通れば 松本市岡田でアルプス公園なんですか。アルプス公園らへんです。そうです、そうです、そうです、らへんです。らへんで、らへんです、そうです。取れた赤松を。そうです。アルプス公園なんてもう明日行きますよ、また。本当ですか。はい、息子が行きたい、行きたいですね。そう、あの辺赤松いっぱい生えてて、はい、で虫食いの被害に遭ったものを伐採してるんですよ、はい、でその伐採したものを、はい、何かに利用できないかっていうことで赤松のプロジェクトが立ち上がって、それで作ってるんですよね。めちゃめちゃいい音します、ね、めちゃめちゃいい音しますね。ラッカーになるんですか。これウレタンです。ウレタンなんです か, ですか。あ、私聞いた話だと、赤松ってかなりヤニが多くて、はい、でヤニ抜きしてからギター作ってるんですけど、はい、経年変化の過程でヤニが少しでも出てくるとラッカーと、はい、あまりいい反応しないだろうということで、はい、でウレタンで仕上げてるんですね。はいはいはい。来てますね。リバイザーさん、これ値付け間違ってますよね。これ26万って安いな。安いです。
ットポイントがないの。気持ちいいですね。これは素晴らしい。これあ、虫食いのところは使ってないんですか。これはそうですね、使ってないです。使ってるやつもありますね。虫食いの部分を生かすモデルもあるんですね。ありましたね、はい、ありがとうございます。やっそうっすね。尺断です。これも藻がすごいんだけど、藻がさ、やばいね。綺麗な感じですよ、どうですか。あ、冷たい冷たい、同じ同じです。まあね、出どころは一緒だよ。出どころ一緒、気持ちいい。あ、気持ちいい。すごいよ、身が、こっちは。あっち、掃除してんだ。綺麗だと思う。で、ここは、神社？薬草神。薬草神。いるのかな？わかんないけど。とにかく、長野県民の健康と医療に奉仕する。薬業界において、薬の神様を安置しているそうです。薬の神様。すごい、お参りしてて。